この3連休は全国的に晴れているところも多かったですが、週明け月曜日以降はお天気崩れてしまいそうですね、はい、そうなんですよ。明日から明後日にかけて広い範囲で荒れた天気になる見込みです、はい、その様子まず天気図をご覧ください。これがまず明日の朝9時の予想天気図です。大陸に中心を持ちます低気圧があるんですけれども、低気圧周辺等圧線の間隔が大変狭く、低気圧かなり発達をする見込みです。で、明日はまず西日本ですとか、あとは北海道ですね、この辺りを中心に雨も降って、まあ、雨も強まり、また風も強まるといったことが想定されます。そして翌7日火曜日です。で、低気圧や前線が北東進していく中で、この寒冷前線が今度は東日本や東北も通過をしていきます。特に関東ですとか東北地方については、この前線が通過をするあさっての午前中が荒れた天気のピークということになりそうです、はい、で、その様子、雨雲の動きでまず見ていきますと、明日はもう朝から四国地方ではザーザーとした強い雨の降っているところがあります。で、日中帯北海道や西日本で雨の範囲が拡大をしていきます。で、さらに夜になってきますと東海や北陸も雨の範囲が拡大するなど、順次西の方から雨の範囲が拡大をします。で、関東や東北については前線の通過があさっての朝ぐらいになる見込みでして、まあ、この辺りをピークに雨や風の強まりが想定されます。で、風の予想で見てみますと、こちらまず明日です。明日はですね、朝の段階西日本の日本海側で風が強めに吹くことが想定されます。鉄道などへの影響の可能性もありますので、最新の情報に十分お気をつけください。さらに日中帯、風がより強まっていきます。北日本でもだんだんと風が強まるというのがまず明日の流れになるんですけれども、先ほどの通り関東については日付をまたいだ後7日になって風が強く吹いていきます。ちょうどこの7日の朝、通勤通学時間帯については場所によっては平均15メートル以上の風が吹くことが想定されますので、こちらも交通機関、鉄道などへの影響に十分注意いただくとともに、最新の情報に十分お気をつけください。はい、週明け月曜日から火曜日にかけて雨や風の影響がありそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。